西武411系電車、西武411系電車、西武411系電車は、かつて西武鉄道に在籍した通勤系電車。製造当初は吊り掛け駆動方式であったが、後年前車を対象に高性能化改造が施行され、同時に401系電車2台と改装、改版された。本校では高性能化後、401系解消後の、 同行についても合わせて述べる。701系列の増備に伴い、その増結用車両として1964年、昭和39年から申請されたのが、本系列である。制御電動車、雲波411型と制御千四1451型からなる二両編成を構成し、1968年、 昭和43年までにハ四411から429、全車とも2台並びに千四1451から1468.1470、区波1451.1452は4台、1453から1456は3台、1457から1460は2台の19編成38両が西武所沢車両上で申請された。 本系列は、カルダン駆動車である701系の増結車両で、ありながら、すりかけ駆動車として申請されたことが特徴であり、性能は451系、551系など、他の旧性能従来車と全く同一であった。なお、クモハ411系、クハ1451型という形式称号は、前車が2台目、後車が4台目に相当する。また、 411系という系列区分については、501系も、派501系初期者がも派411系、初代と解消。会話レタ際に区派1411系の半数と編成されたことから、両形式を総称して、411系、初代として扱われることがあり、その場合本系列についても、411系、2代と称される。 20メートル級全金属車体の3、扉構造という構え体設計は701系に、準じているが、全面形状は、湘南型デザインではなく、451系に、告示した切り妻形状に変更された。前照灯は451系、同様一等式のものが、全面幕板中央部に埋め込まれ、全面行き先表示幕の装備もされず、全面倉庫中央部には、 行き先種別表示板受けが設置された。車体塗装は D プラズベリーとトニーベージュの二色塗り、いわゆる赤電カラーである。側面窓配置は 701K と同一の D1D1.11.1D1.11.1D1.1D 乗務員扉、D 客用扉、戸袋クロ窓の記載は省略であり、窓構造は全開可能な2段上昇窓である。 客用扉は5 5 1系以来の標準仕様となるアルミハニカム構造扉を採用した。また、側面のと平表示等は4 5 1系同様に横丁形状とされた点が特徴であった。ベンチレーターは7 0 1系同様グローブ型を採用、制御電動車に6個、制御車に7個搭載し、車内送風機として扇風機を各車とも7機装備する。 車内はロングシート仕様で、その仕様は年次別の改良項目を含めて701系と同一である。なお、411から422編成は701系同様に雨どいが低い位置に設置されているが、1967年、昭和42年10月に落成した423編成以降は雨戸位値が上昇し、張り上げや値風の形態に変更された。 これは自動戦車機導入に伴う戦車効果改善目的で改良されたものであり、同時期に落成した801系同様の側面、見つけを有する。前日の通り、本系列はカルダン駆動車である701系の造血車という名目で製造されたにもかかわらず、製造コスト抑制目的で従来の旧性能吊り掛け車両同様、日本国有鉄道、 国鉄より払い下げを受けた旧体依然とした主要機器を搭載する。もっとも701系列のカルダン駆動車はいずれも吊り掛け駆動の従来車との並結運用を前提に設計されていたことら本系列を吊り掛け駆動の旧性能仕様で製造するにあたって何ら差し支えない状況であった。主電動機は m t 十五 e 制御機は電空カム軸式 CS ごと 堺自接触機 CSQ の組み合わせ。直列5段、並列4段弱め回、G1 段、制動装置は発電制動を持たない甘え。電磁自動空気ブレーキ。基礎制動装置は、車体側搭載。台車は、電動車が鉄道小正式の釣り合い両式 TR14A。付随車が、同 TR11A と、対象後期から昭和初期にかけて申請された。 小型国電とほぼ同一のスペックを有する。その他、パンタグラフは、更新成功処成 KP-62 系を、電動車の前くらい側、運転台よりに1機搭載し、電動空気圧縮機は、AK3 を搭載する。なお、CP 及び電動発電機といった、補機類は制御車へ搭載し、西部の旧性能車の標準仕様である、MT ユニット方式を踏襲している。 本系列は701系列の申請と並行して増備されたことから製造年次によって同系列で加えられた改良がそのまま本系列にも適用されている以下主な変更点について述べる本系列の最初記者一時車である同4編成は701系一時車と同一の仕様を有し客用扉下部くつすりが島後半仕様であることや トブクロ窓車内側の窓が若干小型であることなどが特徴である。二次車として申請された、同三編成は、701系二次車で加えられた改良を反映し、客用扉下部靴すりの材質変更、トブクロ窓車内側の窓拡大が実施された。同5編成は、全校415から417編成同様二次車に属するが、 従来乗務員扉後部に露出していた側面縦取いが車体内部に埋め込まれた点が異なる。なお、同時期に落成した 701K753 編成以降では乗務員扉手すりが埋め込み式に改良されているが、本グループは従来タイプの露出型のままとされている。3次車として申請された同な編成は、前述の通り八百一 k 同様に雨戸位置が、 髪型へ移動し、張り上げや根風の外観となったことが特徴である。同時に乗務員扉手すりも埋め込み式に改良されたことから、全幅が1から2次車の 2930mm に、対して 2854.5mm に変化した。また、細部ではと、形表時等の形状が丸型に変更されている。本系列は701系列同様。 落成当初は窓固定指示に用いられる H ゴムがグレーであったが、ほどなく黒 H ゴムに全車とも交換されている。1971年、昭和46年から翌1972年、昭和47年にかけて、電動車の台車を TR14A から、住友金属工業製、ペデスタル式空気バネ台車 FS-40 へ、換装する工事が実施された。 同台車は、台車側にブレーキシリンダーを有するため車体側の基礎、制動装置は撤去され、また同時に低用制動の廃止並びに、保安制度の新設が施行されているが、これは FS、FS-40 台車には、低用制度が取り付け不可能であったための措置である。その他、百一系の冷房化改造により発生した、低出力 MG、日立製作所製 h g 三十四 MRB、出力重肉場並びに、天井板、交流蛍光灯、扇風機を流用して、低圧電源の交流化が施行され、全消灯のシールドビームに等か、前面窓内側への行き先表示器新設などが順次、施行された。1975年、昭和50年より701系列は冷房化並びに、制動装置の電磁直通ブレーキ化が順次施行されて、 いたが、同改造を施行された編成は、自動ブレーキ仕様の従来車との並結が不可能とな。同改造の進捗に伴って増結用編成が不可欠となったことから、元より701系列の増結用車両として申請され、かつ西部に在籍する2両編成の中で、最も経年の浅かった本系列に対して、冷房改造並びに使用危機感想による、 高性能化改造が施行されることとなった、詳細は後日、改造は1978年、昭和53年より順次施行され、改造後の本系列各社は401系、雲波401型と改称、改版された。なお、同改造途上において、車番の重複回避のため、雲波422から429は、原番プラス20で、 雲波442から449と一時的に改版されたことが特筆される。同改造は1981年、昭和56年2月に竣工した、雲波449、ク,ハ14クモ波1470、雲波437、雲波438を最後に全車両し、同編成の竣工をもって、本系列は形式消滅した。本系列は前述の通り、 701系列の冷房化並びに制動装置の電磁直通ブレーキ化進捗に伴い、その増結用車両として411系を冷房改造並びに使用機器換装による高性能化改造を実施して端した系列である。高性能化改造に際しては、旧区四1451型も転送されて雲派401型に編入され、全電動車編成を構成している。 また、411系当時は、電動車の向きが、末尾偶数、奇数で異なっていたものを、同改造に際して、パンタグラフを搭載する9区もは411型を、全車偶数向き、池袋、本川越向きに、9区ハ1451型を、全車奇数向き、反応、西部新宿向きにそれぞれ統一することとなり、9区もは411系、 弾が組み込まれた編成はそのままに、旧雲波411系、木が組み込まれた編成については、方向転換が実施された。冷房装置搭載に伴う、各部補強に加え、車体塗装の黄色1色塗りか、客用扉のステンレス製無塗装のものへの交換、前面向かって、左側幕板部へ行き先表示窓を新設、並びに、前面標識頭部へのステンレス製飾り糸の、 新設が実施されている。なお、全面形状は、原型の切妻形状のままであり、同形状の前面を有する車両で、車体塗装が黄色一色塗りとされたものは本系列が、唯一であった。車内天井部は冷房装置搭載に伴って、一新され、冷風風道の新設に伴う天井の平ら、天井化、車内送風装置のラインデリア化などが施行されている。 一方、車内、アコモについてはほぼ原型通りとされ、赤灰色系の壁面デコラに、茶色系のシートモケットという組み合わせは411系統時と変わりない。原型を色濃く残す車体周りとは、対照的に主要機器は411系統時のものはほぼ一掃され、面目を一新した。主電動機は、日立製作所製 HS-836。 KRBHS-836、KRB、もしくは、東洋電気製造製 TDK-8090A で、いずれも、中空軸並行、カルダン装置と組み合わせて搭載される。これらの主電動機は、すべて同一のスペックを有し、実際の運用においてもこれらは何ら区別されること、なく混用された。主制魚機は、 日立製作所製の電動化無軸式 MMC HT-20A6 を採用した立候23段、弱め会時軌道1段、直列10段、並列7段、弱め会時5段の使用は701系列で採用された MMC HT-20A と同一であり、本系列もまた発電制度を省略しているは住友金属工業製の ペデスタル式空気バネ台車 FS-372 を装備する。同台車は101系の電動車から採用されたダイレクトマウント式空気バネ台車であり、701系列の電動車が装備するコイルバネ台車 FS-342 と比較して大幅な乗り心地向上が図られている。また、同台車を装備する関係で本系列の歯車比は百一系と同一の十六。 15とされており、歯車比84、15の701系列とは、立候特性が若干異なっている。なお、改造以前に、9モハ四411型が装備していた FS-40 台車は551系、571系、転用され、従来、形釣り掛け車の体質改善に寄与している。制動装置は前述の通り電磁直通ブレーキで、 前術代車交換に伴ってクモハ四百一系、奇数車、キュクハ千四百五十一系についても、車体側基礎制動装置を撤去している。パンタグラフは、従前通り更新成功処制 k p 六十二系で変わりないが、全電動車編成化及び冷房化に伴う、終電容量増加を加味してクモハ四百一系、偶数車、キュクモハ四百十一系の後くらい側、 連結面側にパングラフを増設し、一両あたりに機搭載とされている。冷房装置は101系及び701系列で、採用実績を有する三菱電機製 CU-72 系集中式冷房装置を一両あたり一機搭載し、車内側冷風吹き出し口は、スポット式である。その他、冷房装置搭載に伴って、MG の大出力化、 日立製作所製 HG-584 IR 出力119馬が実施されたが、CP は411系当時同様に、AK3 を1機、それぞれク雲波401系機に搭載している。なお、701系同様モーターは、中期よりマイナーチェンジしており、多少音色が異なる。中期以降の音色は、 同グループ企業の伊豆箱根鉄道3000系電車、伊豆箱根鉄道5000系電車同様のものとなっている。本系列の冷房化、高性能化改造は701系列の冷房化と並行して執行され、本系列もまた701系列同様に、改造途上において内容の変更点が見られる。1978年。 昭和53年5月から同年9月にかけて、竣工した401から409編成、旧411から415編成枠綴りが、原型のままとされているが、翌1979年、昭和54年9月に竣工した411編成、旧416編成枠綴りが、ステンレス化され、以降413から421.427編成、 Q417 から421.444編成までが同仕様で竣工している。さらに1980年、昭和55年8月に竣工した423編成、Q442 編成以降では、客用扉窓の固定指示方式を H ゴム固定から金属枠固定への変更、座席袖仕切りの大型化並びに、 網棚一体構造化などの改良が加えられ、425.429から437編成、9443.2445から449編成が、同仕様取れた。こうしておおむね主車の車番順に順次改良が、加えられているものの、前述の通り423編成と427編成については、種車の事情から、改造順が入れ替えられており、 結果423編成は、普通屋根仕様ながら、客用扉窓が、金属枠固定かつ、袖仕切りが大型。427編成は、張り上げ、屋根仕様ながら、客用扉窓が、H ゴム固定かつ、袖仕切りが原型という、それぞれ異端編成となった。改造後は、常時701系列と共に運用され、一時期は、 池袋線系統でも運用されていたが、701系列の新宿線系統への集中配備下に伴って本系列も池袋線系統から撤退した。新宿線への集中配備後も、主として701系列の増結編成として運用されたほか、1988年、昭和63年より旧型車の代替目的で玉川線にも投入された。 道路線の車両入れ替えは、東日本旅客鉄道、JR 東日本中央線及び武蔵野線を介して、公衆輸送によって行われるため、415から421編成の4編成8両が、公衆輸送対応改造を施行し、玉川線対応編成とっていたが、1992年、平成4年に玉川線の2両編成運用が消滅したことから、 道路線の運用から撤退している。また、国分寺駅のホーム有効長の都合から17メートル車3両、編成もしくは20メートル車2両編成の入線が限界であった当時の多摩湖線、国分寺萩山間の通称、多摩湖南線運用にも、夏季限定で充当された。これは、同区間の専用車両であった351系が、比例防止用であったことから、 旅客サービスの観点から本系列が運用されたものであるが、1989年、平成元年6月に、国分寺駅玉子線ホームの改良工事完成し、同区間への20メートル車4両編成の入線が可能となったことにより、本系列の同区間における運用は消滅した。その後、新2000系、6000系、9000系など、 新型車両に代替される形で実施された701系列の廃車進捗に伴って、1990年、平成2年9月に除籍された401.403編成を皮切りに本系列のトータが開始れた。その途上において、1996年、平成8年10月12日に、 鉄道の非還元イベントとして411.417編成が 701K757 編成と、ともに池袋線、西武秩父線全線を定期快速急行運用のダイヤで運行し、久方ぶりに池袋線系統への入線を果たしている。そして翌1997年、平成9年2月22日に開催された、サヨナライベントにおける415.417。 編成の運行を最後に全編成が運用を離脱し、同月24日付で415.417編成が除籍されたことをもって、本系列は形式消滅した。2月24日には701系列で最後まで、残存した701系781編成、及び801系809編成も除籍されており、同日をもって、 本系列のみならず701系列は全廃となった。本系列は、小回りの菊二両編成の冷房付け、高性能車両であり、かつ改造後の経年が浅かったことが好まれ、西部における、除石後38両全車が、地方施設へ譲渡された。まとまった両数を有した1系列が1両たりとも、解体処分されず、他社へ譲渡された例は、 西部のみならず大手私鉄各社を含めても極めて珍しい事象であった。譲渡先は上新電鉄、三義鉄道、大見鉄道の各社であり、大見鉄道へは系列会社の吉見もあってか実に38両中30両が譲渡されたことが特筆される。2018年、平成30年10月現在。 営業用車両として導入された車両の廃車は、上新電鉄1 5 0系1 5 1編成と、大見鉄道8 0 0系8 0 1編成の2編成4両にとどまっている。老朽化した、同社1 0 0系電車、元西部4 5 1系の代替目的で、1992年、平成4年11月に407編成が、譲渡された。 上渡に際しては塗装変更のほか、台車を701系列の解体発生品である FS-342 に乾燥れている。入選当初は、同社の当時の標準塗装であったコーラルレッド1色塗るとされ、全面ステンレス飾り板並びに、客用扉は、西部在籍当時同様に無塗装であったが、後年の全面広告編成化に伴って、 同部分も塗りつぶされるようになった。2008年、平成20年以降は、同広告契約解除に伴って、クリーム地に緑のストライプ塗装に変更されている。1990年、平成2年から1993年、平成5年にかけて、401.2405409、編成がそれぞれ譲渡された。譲渡に際しては塗装変更。 全商等の形状変更、ワンマン運転対応改造のほか、上新電鉄への上都車と同様に台車を FS-342 に換装されている。同車101系電車として導入された動3編成は、後年全面塗り分け部分の小変更が加えられた程度で、大きな変化もなく同車三義線の主力車両として運用されている。1990年、 平成2年から1997年、平成9年にかけて、403.2411から437編成の15編成30両が譲渡された。導入に際しては、大見鉄道線内の車両限界の都合から、車体側に改造が施行されており、改造内容の相違によって800系、820系の2系列に区分されている。また、 元437編成は、同社の創業100周年を記念して、他編成とは全く異なる。大改造が施行されており、落成後は、赤根号の編成相性が与えられ、こちらも別系列、700系に区分された。なお、大見鉄道への譲渡車は、他社譲渡分とは異なり全車とも FS-372 台車を装備したまま譲渡、竣行している。 導入に伴う改造はすべて同社彦根工場で施行されており、2009年、平成21年4月までに、経営14編成28両が竣行しているが、元419編成のみは、未改造のまま、彦根工場構内に留置されていたが、2010年10月、頃に部品取りのため解体された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。